感染者の急増が止まらないいわき市。午後5時から地元の医師会と共同で会見を開き、止まらない感染拡大に危機感をあらわにしました。まさに、いわきの住民の健康が守れるか、いわきの医療を守れるかの分岐点に来ていると。いわき市によりますと、市内では今月に入ってから4件のクラスターが発生。そのうち1件は今日発表された市内の福島労災病院で発生したものでした。市内の病床使用率は7割を超え、自宅療養している患者が238人に上ることが明らかにされ、市は人との接触を減らすとともに、お盆の帰省を含めて市外や県外との行き来を減らすなど、感染対策の徹底を呼びかけました。いわき市は自宅療養の患者に対して食料の提供や保健師による健康観察などを行う医療体制を今月から本格的に運用しているということです。